に相掛か,かりの将棋で完封勝利第6期明王戦主催株式会社富士課の団員別予選8弾戦決勝藤井壮太二冠広瀬昭人8弾戦が4月9日に東京都シャトーア名場で行われました19時から行われた対局を制したのは藤井壮太二冠昨年度から続いている連勝を18に伸ばすとともに 明田王戦本戦進出を決めました。長沼洋八段。杉本正隆八段を破って決勝に進出した藤井聡太二冠。予選決勝の広瀬八段戦は、振り駒の結果、藤井聡太二冠が先手となり、相掛か,かりの将棋となりました。藤井聡太二冠は飛車を下段に引き、 さらに六六歩と角道を止めて穏やかな展開を目指します。それに対し広瀬八段は三十四手目に六五歩とついて回線。さらに飛車で横歩を取って攻めていきました。三十八手目。藤井聡太二冠が飛車取りに銀を上がった局面で、広瀬八段の手が止まります。選択肢は二つ。穏やかに飛車を引くか。 飛車をいきなり切り飛ばすかです。持ち時間1時間のうち18分を使う、昇降の末。広瀬八段は飛車を引いて、決戦を見送りました。広瀬八段のここまでの若干無理気味な動きに対し、藤井聡太二冠は自然な手を重ねていきます。相手の攻めに乗じて、酒面を裁くことに成功し、わずかながら、リードを奪いました。 金銀四枚がしっかりと連結し、伸び伸びとした陣形の藤井聡太陣に対し、広瀬陣はなかなか駒が前に出ていきません。藤井聡太二冠は銀を前線へと繰り出し、角と交換することに成功します。そして、自陣の角と持ち駒の角を用いて、敵陣をあっという間に攻略。最後は手にした飛車で王手をかけた局面で、 広瀬八段が投了を告げました。手数は、わずか75手。完封勝利と言っていい内容でした。これで、藤井聡太二冠は2021年度白星、発進。明王戦本戦入りを決めました。また、連勝を18に伸ばしています。前年度は、規制と大位のタイトルを獲得。 一般棋戦では、朝日杯と銀河戦で優勝。将棋大賞で最優秀棋士賞。名局賞。名局特別賞。勝率一位賞。最多勝利賞を受賞と。大活躍だった藤井聡太二冠。今年度は、年度初めから大勝負が続きます。次の戦いは、竜王戦ランキング戦二組の決勝戦です。 さらには、規制戦と王位戦の防衛戦も控えています。藤井聡太二冠は、本局終局後のインタビューで、今年度は防衛戦もあるので、いいコンディションで臨めるようにしたいと思っていますと、今年度の意気込みを語りました。実力者の広瀬八段相手に、この完璧な内容での勝利。今年度は、どのような活躍を、藤井聡太二冠は見せてくれるのか、 ワクワクが止まりません。藤井聡太陽位、帰省。新年度も白星発進三冠へ、明王戦本戦出場が、決定公式戦18連勝勝棋の藤井聡太陽位、帰省、18、が4月9日。明王戦段位別予選、八段戦で、広瀬昭人八段、34、に75手で勝利し、2021年度初戦を、 白星で飾った。この勝利で八段戦士 E ブロックを突破し、本戦出場が決定。前年度から続いていた連勝は、18まで伸ばした。新年度も活躍を予感させる勝利だ。タイトル経験もある、永久騎士、広瀬八段との対戦は、相掛か,かりの出だしに、持ち時間1時間と、短めの対局ながら、 積極的に時間を消費。長時間の対局同様に序盤からしっかりと読みを入れると、じりじりと有利。優勢に。先に持ち時間を使い果たして一分将棋に入っても、ミスなく相手を追い詰め、隙のない将棋に終始した。こちらが、どう対応するか言って言って難しいと思っていました。 うまく、相手の飛車格を抑え込みながら攻めていければと。判断が、難しい局面が多かった気がしますと対局を振り返ると。本戦出場には、いい内容にできるように、精一杯刺したいですと意気込みを述べた。藤井里氏対王位、棋聖は2020年度に、棋聖戦で最年少タイトル獲得記録を更新。さらに王位も獲得し、最年少二冠。 八段商談を果たした。さらに朝日杯将棋オープン戦。銀河戦と全棋士参加の棋戦で二度優勝。年間表彰にあたる将棋大賞では最優秀騎士賞にも輝き、部門賞も受賞した。2021年度は棋聖。大いで防衛戦が控えるほか、今回本戦出場を決めたアキラオース戦では、 豊島正幸明を竜王30への挑戦を目指す。また竜王戦でも本戦出場が確定しており、3冠4冠とタイトルを増やしていく可能性もある。デビュー直後から打ち立てた最多連勝記録は29。これに向けて連勝が伸びれば伸びるほど、次のタイトルへの距離はさらに縮む。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。